皆さんこんにちは、天運アーティストのあゆこです。本日は1月の10日です。今日もあまチャンネルをお届けしたいと思います。今日はですね、1月にしておいた方がいいことをお届けしたいと思います。まあ今年も始まりまして、10日が過ぎました。でもうそろそろお仕事も始まってやっとまあなんとなく動き出してるんじゃないかなっていうところかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。今日ですね、まあ、1月全体的にしておいていただきたいことっていうことの話なんですけど、基本的に1月のテーマっていうのは分岐点っていうことをお伝えしたと思うんですね。分岐点ってこう物事がこうね、分かれて右と左に行くっていうイメージだと思うんですけど、実は、そうではなくって、分岐、分かれる時に良い悪いっていう風にして判断しがちだと思うんですけれども、1月のこのテーマの中の分岐点って、いいことはいい、悪いことは悪いってこうね、分類するっていうような意味合いにとってほしいんですね。今年全体的な流れとして、その分岐、選択じゃなくって分岐するっていうね、分かれるっていうことが、本当に大きなテーマになってるんですよ。ですから決定したりとか、選択したりとかっていうのはいつでもできるぞっていうのが実は大事です。で、そういう準備を1月はしていただきたいですね。ちょっと数日前にもお話ししたと思うんですけれども、1月の年末年始のお正月っていうのは、この肉体、私たちの肉体ですね、生まれてきてもう誰しもがもらっているこの肉体のお正月って私は言ってますので、できればイメージとしては行動するための準備みたいな感じですよね。ですから本当にこう白か黒か是か非か、陰か陽かみたいなね、どっちかに決めなあかんっていうような感じじゃなくって、これは私にとっていいことだよね、こっちは悪いことだけどまだ手放すのかな、どうなのかな、でもやっぱりまだ判断できへんからちょっとこっち側のチームに入れとこか、これがポイントです。まあ、そんな感じでちょっと分類していただきたいなと思います。そして、整理整頓だと整えるなんですけど、それをする時期はまだ少し先です。ですからもうたくさんみんなねあると思うんですよ、ごちゃ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 としてることが。とにかく1月は分類してくださいね。でそして、分岐させる、枝に分けるっていうような、まあ、そんなイメージで、1月過ごしていただきたいなと思います。それでは今日の天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日は黄色です。この黄色は、どちらかというとマッキーキーの色じゃなくって、レモンイエローの、薄い方の色の黄色です。そして1、今日はね数字は1なんですけれども、これはもう本当に準備と本当こう重なり合うと思うんですが、初めの第一歩とか、まず今日は前進、まあ、今日は決め、始めるみたいなね、もうそんなイメージの位置で、今日は過ごしていただきたいなと思います。天運アーティスト、あゆこでした。